出会い、出会うべきものはあなたのうちにある。自分の記憶をどこまでもたどってゆくと、あなたは自分に出会う。その自分に出会わず、あなたは私というのか。出会いと言いますと、私たちは自分と他の人、他のもの、出来事との出会いを考えますね。どんな人、もの、ことに出会うにしても、出会う主体は自分です。すべてのものに自分が出会うのですね。その自分ということを迂闊にも忘れてしまって、出会った対象から受けた印象だけを私たちは記憶に留めて、愛着憎悪という執着にとらわれてしまうのですね。そうして出会わなければよかったとか、また出会いたいとか、愛着憎悪を重ねていくわけです。けれども、そういう愛着憎悪を保持しているのは誰かと問うならば、それは対象ではなく対象にこだわっている自分なのですね。その自分をはっきりとは認識していないにもかかわらず、私はあの人が好きだ、私はあの人が嫌いだと心で思っているわけですね。好きだとか嫌いだとか言っている自分の実態は何なのかということを探求するのがアートマ・ヴィチャーラ、自分意識の発見と解消という修行法ですね。私たちがいろいろな出会いをするのは、実に私は誰かという自分意識の出所の発見と解消のためでもあるのですね。